おはようございます。現在朝の It's John, so welcome back to my channel. So it's January 3rd and it's about 9 a.m. So I'm going to go back to normal day. So I promised myself to tackle USMLE step one. So I'm going to do 40 questions in the morning, and after that I'm going to go to the gym. So this is gonna be a typical day, so let's get started. はい、帰ってきました。ちょっとカフェ行こうと思ったんですけど、日曜でジムとかカフェ多かったんで、ちょ帰ってきてプロテイン飲みながら、まあ1時間ぐらいちょっとさっきの復習しようかなと思います。で、今は11時50分ぐらいですね。はい、じゃあやっていこうと思います。まあ朝久しぶりに解いて、まあ 20% だったんですけど、まあ、それを置いといて、今 45% ぐらいですね。で、まあ、もうちょい頑張っていきたいなって感じですけど、まあ、1週目なんで、そんな焦らず
復習メインでしっかりやっていけば大丈夫かなって思うんで、とりあえずやって何で間違えたか考えて、でまあ最初は20問だったんでしっかり復習して、まあどういう風にやっていくかって決めていけば大丈夫ですかね。はい、ということでやっていきましょう。今、まあ、大体1時間ぐらいやったんですけど、まあ、感触としてはやっぱり聞いたことあるなっていうのが多くて、なんか絞れてるけど絞りきれてないっていう感じですね。なんでもう少しあの知識をしっかり整理すれば、まあ、やっていけるかなっていうふうに思うんで、思い出しながらも知識を固めていく作業をしていきたいと思います。お昼にして午後もちょっとまたやりたいと思います。はい、ということで今お昼食べてテレビ見て昼寝してました。戻ります。勉強に。その後また20問解きました。まあ 40% ってことで、さっき 20% だったんですけど、まあ倍になりました。まあちょっと復習したってのもあるんですけど、そうですね、結構単語のレベルが難しいんでしっかりそこを抑えて、まああと神経は300問ぐらいあるんで、まあ、徐々に上げて最終的に平均ぐらいに行けばまあいいかなって感じですね。8時8分なんで、さっき解いた20問の残りを復習していきたいと思います。Today, so today was a good day. So thank you guys for as usual. Thank you guys for watching this video. And if you like this video, please drop a like and don't forget to subscribe my channel. And catch you guys in the next one. Peace.